はい、こんにちは。西原クラソンの山根です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、そう、前回ね、僕はネオコンテストっていうね、音楽であったり音楽映像弾き語りのねコンテストに参加したわけなんですが、ここでね、入賞することができずに、今回ねまた新たにネオアーカイブさんの方からね、コンテストっていうかね、ランキング形式の週に1回ね、このランキングを発表するというね、このコンテストがあってですね、それはね、オリコンみたいな感じですかね、そういったものがあって、そこにね僕は またこれにもね挑戦しようと思って、前回ね弾き語りをした福山雅治さんのねスコール、それを送りました。そうしましたら、ネオアーカイブさんのねチャンネルの方で僕の弾き語りをそのまんまアップしてくださって、もっと一緒にいたい、二人でいたい、コメントを見てますと、何名の方からがねコメントしてくださって、そこにね、なんと前回ねネオコンテストで金賞を受賞されたね南さんという方がねコメントをくださってね、僕のチャンネルの方にもね遊びに来てくださって、本当にありがとうございました。皆さんね、この南さんという方はですね、オリジナル曲であったりね、弾き語り、カバー曲なんかされていてね、オリジナル曲はね、ホームっていう曲と歩道、あとオレンジ、それで前回金賞受賞した東京っていうねオリジナル曲なんかも歌っておられてね、とてもね歌がうまくてね、引き込まれるような歌声でね、歌詞もね心に刺さるような、心に刺さるというかね、なんともこう自分の心に入ってくるようなね歌詞であったり、またね、とてもお綺麗というね綺麗な方なんでね、ぜひ皆さん見に行ってほしいなと思っています。東京の空は遠い、二人で過ごした日々のように、小さな花束に綺麗だと一言、私の好きな声、あの日会わなければあなたを知らなければ、
ちも知らなかった見えない星を照らすようなあなたの笑顔を思い出す。東京の空は遠い、二人で過ごした日々のように。そうですね、こう YouTube を始めてね、こういったコンテストなんかにも参加する中でね、こういろんな方との出会いがあって、ね、とてもね、僕はこれからもね、ワクワクしています。またこれからね、西アクラソンでもこの地元でね、コミュニティジャヤは弾き語りライブなんかもね、10月だったかな、10月にあるんで、それにもね、参加しようかなと思っています。ではね、南さん、勝手に紹介して申し訳ございませんでした。勝手に紹介したことをね、お許しください。やっぱりね、素晴らしい方をね、素晴らしい方は僕はね、どんどんね、紹介していきたいなと思っています。やっぱり皆さんとね、こう共有していきたいと思っているのでね、これからもよろしくお願いします。では皆さんね、南さんの方見に行ってほしいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。